年はさらにエコブロックのワークショップも多数開催予定です。毎日花火も打ち上がります。今年の夏は楽天モバイルパーク宮城で大冒険しましょう。すごい、グラッチーナちゃんも来てくれたな。かわいい。これはお祭り用のね、本当だ、衣装がすごいかわいい。ものすごい人数ですね。チアの皆さんと、あとはお子さんたちとかかな。そうですね、やっぱ踊りがキレキレした。それ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 、踊りがキレキレ、本当に。